こんにちは、ピアノ教室経営の野口浩太です。豊かなピアノ教室作りを目指してます。はい、あのね、前回前々回あたりから僕はもう気づき始めてしまったんですが、僕がですね、このピアノ教室のシっていう音がね、ちゃんと言えてないんだなっていうことがね、ちょっとね、自分の動画を見て気づき始めてますね。このピアノ教室、シュ、こんな伝わるっちゃ伝わるよね。前後のね、音のつながりがあるから、なんかちゃんと言えた方がいいのかなと思うと、ピアノ教師、シってこうなんだよね。ピアノ教師ってなっちゃうから、これ意識しすぎるとなんかうまく言えないのよ。だから、まぁ、ちょっとこのあたりどうなんですか？ちょっと詳しい方いたら教えてください。まあ、とにもかくにもピアノ教室経営の野口浩太でございます。二度目紹介。はい。今日は、ですね、レッスンにおいて、テキストを離れるという考え方についてお話ししようかなと思うんですね。僕の教室っていうのは、いろんな生徒さんたちがいらっしゃいますが、まあ、多くの生徒さんは何かしらの、まあ、お子さんに関してね、お子さんのレッスンに関して、特に導入期と言われる、時期のテキストとして、まあ、いろんなテキストを使っています。まあ、ありますよね。なんかこう、ピアノドリームとか、ピアノアドベンチャーとか、あとなんだ、なんとか、みたいな。パッと出てこない。このね、クローゼットの中にバーって入ってんのよ。ね。まあ、だから、まあ、そうだな。それでもね、そんなに多くないかもしれないけども、まあ、一つの、こう、決まったテキストだったりとか、まあ、複数組み合わせたりとかっていう生徒さんもいらっしゃいますが、その反対に、全く固定のテキストを使っていない生徒さんっていうのもやっぱりいらっしゃるんですね。まあ、一定数いらっしゃるんです。で、それってどうなのっていうところを今日はちょっとお話ししたいなと思うんですけれども、結局のところ、このピアノ教室でこう達成したい目標、目的じゃなくて僕は目標という言い方をするんですが、それはまあピアノを弾けるようにすることですよね。まあ、我々教師の仕事でもあり、まあ、もちろんその生徒さんサイドでもいろいろな努力が必要なことだったりとかはするんですけれども、そういった中でこの目標を達成させるっていうその手段に当たるのがどのテキストを使うかっていう部分になってくると思うんですが、これがね、やっぱりどうしてもこの日本のピアノ教育の発展の仕方がやっぱりこのバイエルやってブルクミュラーやって何やってっていう型というものがこう決まりきっていたっていうところがまだまだ今もこの現時点今日においても尾を引いている部分があるんだなっていうことを感じるのか、やっぱりいろいろな先生方がこのどのテキストを使えばいいか迷ってしまう、わかんないとか、まあ、あとこうある特定のテキストのみ使ってレッスンをされている方もいらっしゃるので、そういった方にとってなかなかこうハマりの悪い生徒さんがいらっしゃった時にもうどうしていいかわからないっていうようなお話を実際にも聞くし、まあ、SNS とか見てるとそういったことでこう悩んでいらっしゃる先生っていうのもまあいらっしゃるっていうことを僕がちょっと気になっていて、それっていうのはそのこうテキストありきの考え方なんだよねっていうところなんですね。で、例えばね、うちの教室では本当にこのテキストを、特定のテキストを持たずにレッスンをしているお子さんの、まあ、例えばの例ですけども、今これ映ってるのかな、ここにね、今 iPad あるんですけども、これでまあ動画とかがね、いろいろ見れるようになってですね、動画だけじゃなくて、僕は Apple Music とかってね、使ってるんですけれども、まあ、例えばね、今日はドラえもんが好きだ
でドラえもんが聞きたいって言ったりとかするわけですよ。そした時に本当にね、あのドラえもんっていっぱい曲あるんですよ今やその我々がよく知ってるからそのげんちゃんドド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 ドラえもんってもういっぱい曲があるのね。まあドラミちゃんの歌なんていうのも存在してたりとかするんだけどもね。でそこにものすごく興味がいってるわけ、言ってしまえばした時にそこを使わずしてどうするっていうのが僕の考えなわけね。今ドラえもんがもう大好きで、だって昭和のドラえもんの歌まで好きなね、まあ、ちっちゃい子よねがいたとしてね。でそしたらもうおっしゃ、じゃあドラえもん聞こうぜってなるわけね。ここかけるわけで、ドラえもんかけて、今だってアップルミュージックってすごい、もうどんな曲でもかかるからね。そうで聞きながらこう歌うじゃない。でそうするとこのちょっと音取ってみようよみたいなね、こうちょっと弾いてみようよとか、ね、それがさ、まあ、自分の好きな曲だから弾けるようになりたいし、でだから弾きたいからやっぱよく聞くし、で僕がこう横でこう弾いてるこの手とかもよく見るし、だからあえて僕もその弾く時にこうわざわざこうなんか、なんていうのかな、適当弾きをするんじゃなくて、こうもうピアニストばりのこう表現してますというような弾き方で、なんかタンタタンタタンタタンとかなんかやってみたりとかするわけよね。そうするとなんかこうこんななんかあのモノマネみたいな感じでやり始めたりとか、これってもう本人がその今興味を持っている、もう興味どころじゃないんだよね、もうなんかすっごい好きだってなっているものをエネルギーに変えて、こうこっちのこのピアノの世界へようこそっていうことをやらないでどうすんのよって僕は思っちゃうのね。でもほとんどの先生がおそらく、まあじゃあドラえもん、そんなにドラえもんが今聞きたいんだったらドラえもんかけましょうね。まあ数分かけたら、はい、じゃあここまで、じゃあピアノのお稽古しましょうね、はい、テキスト開いてっていうのが、まあおそらく一般的なんですよね。これがいい悪いっていうことじゃなくて、あの一般的にそういうことだと思ってる、まあ、そういうことなんですよね。でだけど僕の場合はもうなんだ、もう今日に関してはもうドラえもん一色で、もう、まあ、30分のレッスンだったら30分ね、はいドラえもんみたいなねやってしまうわけ、ね、でまあそれがね、それはそれでこう極端っていう風に思われるかもしれないんですけども、まあほら一つの考え方としてね、あの別のこう角度からのお話っていうことなんですね。でちょっと話を巻き戻してね、あくまでピアノ教育、ピアノ教室の目標というのはピアノを弾けるようにすることなわけで、テキストが手段だとしたときに、この手段が、この部分が目標っていうところにすり替わっちゃってませんかっていうことをちょっと話したかったんです。うん、そうじゃなくて、このお子さんが自分でこう、何でしょうね、こう音楽を自分で楽しんで、でそれでいて豊かな生活が送れることっていうのが大事だよねって。だから僕はピアノ教室の目的というのは、あえて言い分けてるのは、目的はやっぱりね、この豊かな生活、人生、大きなことを言うとね、そうね、そこが目的なのであって、こうそのピアノを弾くことで そこに近づけていけたらいいよねってね。でじゃあそもう少しこう小さい手前のところに目標というのがあって、このピアノを弾けるようにすること、ね、ここにたどり着ければ手段なんてはっきり言って僕は選んでらんないの。そっちも大変なんだよ、だからある意味そうでドラえもんかけるって、それを教材にするっていう、このあのね、横でね、僕はこうこうこれでタンタタンタタンタタンってやってるって言ったけど、それなんか頭フル回転だからねでそういう風には見せないんだよ、もちろん。だから教師は芝居、あの演じるっていうことがものすごく大事だと思うけれどもね、そうなんですよ。だからこれね、じゃあ別のことで例えると何かなと思った時に、例えば我々日本人だから日本語というものを習得しなくちゃいけないわけですよね。で人生生きていくのに困らないように、やっぱりこの言語力
語学力、語学っていうのは外国語って意味じゃなくて、その母国語をしっかり扱えるっていう能力が必要になってくると思うんですけれども、ね、それを学ぶために学校というのがあって、で小学校の中では国語の教科書とかね、漢字ドリルとかで使われるんですよね。まあ、ドリルとかってなるとかなりこう出版社もこういっぱい出てくるけど、教科書ってなると、まあ、割とこう出版社も限定されてきますよね。で、ね、日本語力、能力をしっかりつけることが目的ですよね。目標、目的としよう、ね、でそしたらそこが達成されるんであれば別に教科書を使わなくったっていいわけだよね。でもちろん学校、今の学校のシステムの中で教科書を使わなくちゃいけないっていうのは分かってますよ。僕も教員だったから。そう。だけれども、語学力を身につけたいのに、こう、教科書がちょっとこう、合わないんだとしたら、それ以外の手段でもし、こう、言語力ということがつけられるんだったら、それで OK としませんかって。そういう考え方なんですよね。だから、その、やっぱりこう長い間この日本ではこのテキスト型というものが大事にされていて、それはそれで型というものが果たしてきた機能もたくさんあるし、それで積んできた、ね、実績もたくさんある。でも一方でこれから先っていうのは特にこの僕何度も言うようだけど多様化、ね、個性、ね、って中でこの型の中にはハマらない人たちもいっぱい出てくる。これから僕はね、ますます出てくるというふうに踏んでますが、ね。なった時に、どんな角度からでも、ね、こう対応できますよって、ね、受け止められますよってぐらいの覚悟。まあ、覚悟って言ったらちょっと強いかな、なんて言えばいいですか？こう、マインド、気持ち。ね。少なくとも、ちょっとこう、今自分の家の中にいるとしたら、ちょっと玄関開けて一歩外出てみるってぐらいの気持ちは持っといていいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。というわけで、このテキストというものが、ああそうね、やっぱりほらこの国もうすごいから、本当にピアノ教育のこうテキストってもう星の数ほど出てるし、そのいろんなテキストを紹介する本まで出てるからね。それは素晴らしいんですよ。やっぱり手段がたくさんあるから。で選択肢がいっぱいあるんだけれども、ね、だからこそこの何かのこうテキストにはめなくちゃいけないっていうような、そういう考えでもないんだよね、これね、なんだろうね、概念というか、ね、そこをちょっとねこう打ち破って、ね、出てみると結構ね面白いね、ピアノのレッスンの世界っていうのが待ってますよっていうお話をしたかったんですね。それがこう豊かなこう輪に広がっていくことを僕はすごく願っています。ということでこのお話はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいねと思ったらいいねボタンを、それからチャンネル登録をピッとお願いします。はい、それではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。